チキラッドメイト14です。今回はアップデート情報第3弾スーパーバルキリーを見ていきたいと思います。まあね、ちょっと遅れちゃってみんな結構もう発表されてはいるんですけど、まあ僕もね、僕なりの意見を交えつつ解説していけたらいいなと思ってます。早速見ていきましょう。まあね、こんな感じで見てるんですけど、まあステータスに関しては特に言うことがないんですけど、特殊能力として死んだ時にね、レイジの呪文が、ちっちゃいレイジの呪文が置かれるという、こちらにね、注目して見ていきたいと思います。まだこれはね、開発ビルドの段階なので、情報、と、ここに出てる能力とかとも変わってくる可能性はあるんですけど、ということを前提にお願いします。まずはタウンホール12でのね、なんだっけこれ、チュートリアルモードっていうのかな、チュートリアルモードでスーパーバルキリーがどういうものっていうのかをおさらいで見ていきたいと思いますが、こういう風にね、死んだ後にレイジを置いていくんですけど、もう死んだ位置と次に進んでる位置が結構ずれちゃうから、結構難しい気がしますね。で、これ1体自体が20枠なので、イエティよりも多いというところ。まあ、バネで飛ばないっていうところは、バルキリーとはね、違っていいところかもしれないんですけど。で、使ってるのを見てちょっと思ったのが、これ死なないとレイジが打てないっていうと、逆に言うと、これトームかけちゃうと1体でも死なない、先に死んでないとレイジがかけれないっていうところが少し気になりましたね。この後リプレイが出てくるんですけど、すいません、ちょっと咳をしていました。カットしたと思うんですけど。イエティ2体と、スーパーバルキリー7体の編成を見ていきましょう。ライトニング2発とクイック1で、投石とクロスボウ、ルイちゃんの分選んで折れるような道作りをしつつって形なんですけど、まあ、新レベル、通常ウォールブレーカーもね、爆破ダメージが生まれるというところで、ウォールブレーカーも見ていきたいところですね。これパッと見ね、この編成すごい強いなと思いました。最終盤までしっかり進むことができれば、レイジの呪文がゼロでね、コウモリとフリーズに全部回すことができるというところで、今までだったらかなり尖った編成に入ると思うんですよね。フリーズ後のコウモリ5発っていうタイプの編成はなかなか難しいかなって思うんですけど、通常のウォールブレーカーを投げつつ、しっかり穴が開くと。はい、奥までバルキリーが進んでいって、ここでトーム打ってきましたね。今回の場合、トームに全てのバルキリーが入ってなかったので、こうやってレイジが先打ちで置かれるんですけど、トームが全てのバルキリーにかかってると、レイジの呪文がね、生まれないので、内側に入るまで、ノーレイジという状況が生まれてしまうと。その辺が結構気をつける部分かなっては思いましたね。あと、突撃艦に入れるパターンだと、バルキリーの方が後から出てきちゃうことが多いので、合わせるユニットにもよるけど、そうなると基本的にバルキリーが死んだレイジをイエティに乗せるみたいなことはほぼできないのが多いかな。基本的にはできないっていうところと、なんかね、海外の意見を聞いてたら、防衛軍にこのスーパーバルキリーを一体混ぜて、ストライカーを混ぜると、たとえポイズンにかけられたとしても、レイジ、ストライカーの攻撃力がね、乗ってくるので、非常に強いんではなかろうかという考察がされてたようです。まあ、確かに強そうではあるよね。レイジに乗ったストライカーがクイヒーとかに飛んできたら結構きついとは思うんで、シンプルにポイズンかけててもフリーズは必要なぐらいの火力が出ちゃうかもしれないんで、まあアップデート出たらその辺の火力調整どうなってるのかっていうのはしっかり試しておきたいポイントの一つかなと思います。防衛でバルキリーストライカーの組み合わせはインフェルノドラゴン、インドラと変わって出てくるかもしれないですね。まあ、その辺はちょっと気をつけていきたいポイントですね。で、またしても同じような編成かな。まあ、バルキリーのおかげで、レイジがね、使わなくても打てるというところと、まあ、今回もオデヒーから時間やってるんだけど、結構時間切れになりづらいですね。レイジの呪文っていうのは本当に偉大で。まあ、昔なんだろうな、こういう編成の時って、ヘイストをボーラーに当てるようなタウンホール12の11ぐらいの時って、ヘイストをなんかボーラーに当てるボーラバとか、ボーホグみたいなのって11の頃結構流行ってたんですけど、それがなんか、そのイメージな感じがする。細さ的にも。で、おでんが乗ってるんで、しっかり。これおでんなしだったらどうなるんだろうね。届くか、普通に。通常のウォールブレーカーは6体で死亡時ダメージでマルチ IT に投げられてても壁を開けることができるんですが、まあ、マルチ IT であってもスーパーウォールブレーカーではなくて普通のウォールブレーカーで開けれるというところですね。シングル IT ならそのまんまね、普通に開ければいいし。
マルチ IT も怖くなくなるので、こうやってスーパーバルキリーを使っても、穴開きがね、簡単にできるってところですね。で今回、今、全部のバルキリーにトムがかかってたので、レイジが今のところ撃たれてないんですよね。はい。で、ここで、ようやくそろそろ1本目のレイジぐらいが落ちてくるはず。あ、落ちてきましたね。まだ全然落ちない。ヒーラースイッチすると全然死なないから。まあ、逆に言うと、陸がしっかり伸びてくれてるって感じにはなるけど、このね、ヒーラーにはしっかりレイジがかかるっていうのが強いなと思いました。バルキリー自身には、もう次の舞台に、次の施設に向かってるからあんまり機能することはないんだけど、落としたレイジにかかってるユニットっていうのが基本的にこのヒーラーになるんで、それはね、見てて強いなと思いましたね。まあでも、これ運営が送ってくれたリプレイなんだけど、選ぶリプレイこれとかさっきからなんかちょっとまあ圧倒的前回、まあさっきのは結構圧倒的だったが、まあ、そんなにぶっ壊れユニットではなさそうかなというパッと見の印象。ちょっと難しいかなってところはあるかなと思います。まあ、死なないとレイジーを撃たなきゃいけないので、死ぬタイミングっていうのをなんか上手い使い方するなら、死ぬタイミングっていうのがしっかり予測できるような使い方にするか、こういう風にもうがっつり陸に何体も混ぜて主力として扱っていくか、どっちかの戦術になるんですけど、主力として扱っていくにはイーティっていうユニットがいるので、まあ、今回みたいにね、バット系のスペルと合わせるのはいいと思うんですけど、普通の編成を組んだ時にイーティを上回る理由がないと採用基準には至らないですよね。イーティよりも確実にレイジ効果があるので、こっちの方がいいとか。この場合だって、イエティがないってことは壁越しに攻撃ができないんですよ。ポーラーもいないので、クイーンしか壁越しの攻撃ができないってなると、まあなかなか採用基準として選ばれづらいかもしれないんですが、特に外周ネクロとかも枠数が1体20体なので、外周ネクロとかもなかなか打ちづらいですよね。投下弊社だったりキングとかでサイドカット済ませてしまうような感じかな。まあ、これもちょっと見ていきましょうか。結構否定的には見ちゃってるけど、どうだろうな。まあでも合わせるなら確かに、この、レイジなしで、コウモリ系か、まあこういう陸ユニット、ゴリ押し系のアタックがいいかもしれない。さあ、ポイズンフリーズで、豪華に援軍処理を行っていきます。こういうのもだって、レイジゼロの編成なんてほぼほぼありえないから、こういう編成で。ネクロですよね。ネクロにもしかしたら数体混ぜたらいいことがあるかもしれない。これウォーデンつかないのかな？あ、引っ張るのね。タウンは壊せましたね。で、サイドカット。で、ボールブレーカーでゴリ押しで穴開けていって。はい。バルキリーを投入。ウォーデンがすごいことしてる。この編成でさらにジャンプ積むんだ。レイジが落とされていって、ヒーラーがスイッチしてないから結構厳しいですね。フリーズ、イフリーズ、トム、おー、間に合った。うまい。あ、こうなると確かに、こっからレイジ打つんだ。で、ここでようやくヒーラーがスイッチしてくれたので、このヒーラーにね、レイジが伸びやすい。こうやって乗っていくと、伸びてくると。まあ、普通のオールブレック、あ、じゃあ、バルキリーよりは、まあ、さすがに伸びてますよね。まあ、この辺はいいところかな。クイーンとかにも、もう呪文が切れたところでレイジが与えられるのは、いいことだとは思うけど、これって結構なんか、お祈り的な要素があるんで、後半の部分、プランニングっていうのかな。どこでどう弾けるか結構運ゲーなところもあるんで、まあ理論上こうしてればレイジがかかり続けるはずだ、みたいなところもあるかな。うん。すべてが計算ってよりは、まあ、ある程度運要素も絡む。まあ、それはイエティも一緒だけど、結構難しいユニットなのかな。流しただけじゃ、皆さんどう思いますかね、これ。僕的にはちょっと、まあ、レイジの呪文が必要なくなるっていうところでは、コウモリの編成と相性がいいのかなと思ったんですけど、このバルキリー自体はどうだろうな。結構 HP は高くないし、レイジの呪文も、ワンテンポ置いてから置かれるというのと、少し距離を、狭いからね、これ一発が。
まあ、スーパーボールブレイカーより選ばれることはないかなというところですかね。なので、まあ、ぶっ壊れではないと思うけど、もしかしたらダンク13より12とかの方が強いかもしれないですね。うん。これで、ヒールを積んで結構延命する形っていう形に、すれば、うん、ちょっと今回の動画歯切れ悪いな。僕はあんまり評価してないですね。まあ、使うことはないかな。これ1体が20枠っていうことで、アイゴレより多いので、まあ、スーサイドとかにね、積んでも面白そうなんだけど、まあ、新しくキャンプ20枠増えるからね。入れても1体かな。ボールブレーカー使えないもんね。あ、でもそっか、普通のボールブレーカーもちょっと仕事できるようになるってなったら別なのか。それでもちょっと難しいユニットな気がしますね。はい。というわけで今回はスーパーバルキリー見てったんですが、いかがでしょうか？ちょっと僕からは評価が難しいという感じですね。強すぎることはとりあえずは今んとこはなさそうだなと思ってるんだけど、皆さんどう感じたでしょうか？まあでも今のバルキリーなんて本当誰も使う人、ボンクラぐらいですよ、使うの。ボンクラぐらいじゃないとね、バルキリー使う人がいないので。まあ、それならばスーパーバルキリーっていう選択肢を出してあげる方がバルキリーとしては幸せなのかもしれないですね。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。